はいどうも、マナマンです。今回はガンダム EG8 完成したので使っていきたいと思います。B、まあいいか。 A 誰も行かねえ。よっこらしょっと。さあ遠くから狙っていこうかな。あーこれ当たんねえじゃねえか。ほんまに敵がさ止まってくれんと結構当たりにくいんじゃねえ。これかビームライフルの距離が500で、これが当たる気がしないんだけど。ちょっと気をつけて。やばい。いやー最悪、死ぬ、死にたくない。いやー死んだけど、いやー難しいぞ、使い方がキャノンが難しいな、使い方が。一斉射撃も全然使ってないんだけど、これ外すか。 OK、 一斉射撃外した。このやっぱ隙がでかいな。くそ、外すか。いやー痛い。回復回復、狙われると思うけど回復回復。うわー下がりながらのバズーカ砲、今のは痛いね。あったれ。一斉射撃、痛いわ。あれをなんとかしたい。間違えた。危ない。一斉射撃はなんとか当てたいな。まだ行ってんのか。危ない。いやー無理ー。中継地点が取られてる。あ、取られてない。どう？てんの難しいよな。キャノン砲当てんの難しいよ。あれ、まだ行ってんのか。うまいな、あの人。うわ、外した。最悪。死ぬかも。
せいです。なんとか反撃の糸口を見つけてください。あぶーい。とりあえず、おお逆転してる。どこ倒すかやな。また遠距離なんとかしたいと思ったけど、ちょっとそっち行くに厳しいくね。みんな行く。倒せ、終わりじゃん。考えた。終わりだー。オッケー。ラストいいとこだけもらった。ラストいいとこだけもらった。かっけー。かっけー。そういう打ち方じゃないやん。しゃがんだら、しゃがんでそんな打ち方できんよ。まあ、見事逆転勝ちかな。はい、では今回はガンダム EG8 を使いました。ご視聴ありがとうございました。